サラボージー2世は、南インドのタミル地方、タンジャーブール・マラーター王国及び、タンジャーブール・ハン王国の君主、セルフォージー2世とも呼ばれる。サラボージー2世1787年1月23日、サラボージーは王であるトゥラジャージーの養子となり、同年に不王が死亡したことにより、その王位を継承した。1792年7月2日、 オジで殺生のアマルシングがイギリスと軍事保護条約を締結したため、タンジャーブール・マラーター王国は反王国化し、サラボージー二世は反王となった。1793年、イギリスのマドラス知事により、アマルシングが養父の正当な後継者とされたために、サラボージー二世は敗位され、アマルシングが反王となった。1798年、 サラボージー2世が王位を主張したことから問題が発生し、同年6月29日にアマルシングは退位し、サラボージー2世が復位した。1799年11月26日、サラボージー2世はイギリスと新たな軍事保護条約を締結し、タンジャーブール城を除き、全土に対する統治権を移譲した。その代わり、彼には、 莫大な年金と土地の5分の1周に相当する入りを毎年受け取ることとなった。19世紀初頭になると、第二次マイソール戦争によって破壊された国土も、ようやく復興が始まり、サラボージー2世の知性に明るい兆しが見えてくるようになった。サラボージー2世は、最新の印刷技術を印刷所を建設して、様々な分野に関する図書を公表し、首都、 タンジャーブールにあるサラスバティマハル図書館の拡張に成功した。また、サラボージー2世は医療技術の拡充に努め、白内障といった眼科治療を研究させ、それを実践手術した。1832年3月7日、サラボージー2世は死亡し、息子のシバージーが半王位を継承した。サラボージー世は多様な言語の博学者であり、タミル語、テルグ語、 ウルドゥー語、ペルシア語といったインド圏の言語みならず、英語、フランス語、ドイツ語、デンマーク語、ギリシア語、オランダ語、ラテン語まで堪能した人物であった。ありがとうございます。